こんにちは、アブラミチョなんです。今日はね、みんな大好き業務スーパーさんにやってきました。そこで面白いラーメンを見つけましたよ。俺がこれです。バリカタ麺辛豚骨、一つね97円だったので試しに買ってみました。はい、じゃあね早速作ってみようじゃありませんか。チャルメラのねバリカタ麺辛豚骨。僕はね豚骨が一番ラーメンのベースで好きなので、試してみないといけないなといったところです。本当に1分わずか60秒で麺が食べられるようになるんでしょうか。この猫のデザイン結構可愛くないですか。とりあえずね、細麺であるということもあってカロリーは思ったより低いです。で、私はね豚骨スープも大好きですけど辛いものも大好きと来てますから、これはちょっと期待しております。さあ美味しいといいな。はい、蓋を開けますとね小袋が3つ入っております。スープと火薬と辛味だれですね。はい、麺がこんな感じです。これは細いです。多分、数値的にはもうカップラーメンの中で一番細いんじゃないかってぐらい細いですね。これはちょっと1分に期待大というか信憑性が出てきました。でね、作り方は説明通りに、先に火薬とスープを入れて作っていきます。スープのね色がもうすでにちょっとうっすら赤いですね。これは辛味にも期待です。はい、じゃあお湯を入れていきましょう。あちあちの沸騰したてのお湯です。はい、時間ちゃんと計りますよ。はい、この時計でね15秒のところから始めました。残り45秒、本当に45秒で食べられるようになるんでしょうか。重しがないんでねちょっとモバイルバッテリーなんか載せておりますが、良い子の皆さんは真似しないでくださいね。はい、あと10秒切りました。カウントダウンです。15秒になったらねぴったりからね、開けて食べ始めたいと思います。はい、じゃあねまずはスープを溶くためにほぐしていきましょう。この段階でね麺はね硬さを感じません。コシはあるんだけどもスルスルほぐれます。じゃあね辛味スープを入れようじゃありませんか。これね赤色が結構鮮やかで辛そうです。赤っての食欲をそそりますね。はい、それじゃあね食べてみたいと思います。いただきます。僕はねあんまり混ぜないで食べる方が好きなんでこれぐらいでいきたいと思います。じゃあいきます。これはすごい食べられます。わずか1分だったんですが、十分火が通ったという感じですね。麺にしっかりコシはあるんですがゴリゴリとした芯が残ってるわけではありません。ラーメン屋さんでねちょっと固めに麺を湯がいてもらった感じそのままを再現できているような気がします。これは正直びっくりです。いやー、これなかなか美味しいですよ。豚骨スープよくできてると思います。カップ麺としてはもう上々の出来じゃないでしょうか。辛味だれをね混ぜた時の感じもすごくいいですし、豚骨が好きだ辛いもんが好きだっていう人にはぜひ一度食べてもらいたいラーメン、そんなレベルで仕上がってると思います。いやー、これなかなか美味しいですよ。スープはねどちらかというとあっさりしてるタイプなんですがコクがありますから結構ね豚骨好きにも満足できるスープのレベルまで達してるんじゃないでしょうか。そして辛味だれを入れた時の辛さもね程よい辛さでもうどんどん進みます。はい、完食です。
はい、そんなこんなで明星チャルメラバリカタ麺から豚骨美味しかったです。個人的にはね、もうリピート確定です。よかったらね、皆さんも一度、食べてみてはいかがでしょうか。本当にね、1分でできるからびっくりしますよ。